プレーボール。皆さんこんにちは。大分の高千穂親方です。さあ、93回選抜高校野球大会、いよいよもうベスト8が出揃う2回戦です。いやー、ごめんなさいね。昨日、3月27日行われましたけども、私が、紹介はできませんでした。プロ野球、九州アジアリーグのですね、大分ビーリングスと日野組にサラマンダーズの試合、そちらを見てまして、そちらの方で精一杯でございました。大変申し訳ございませんでした。寂しかったですか？まあ、それはさておき、8日目ですね、2回戦、の3つの試合、これをもちまして、全チームですね、ベスト8が出揃うという、日でございます。まあ、申し訳ございません。今までですね、そちらのプロ野球の方をちょっとずっと見てたもんで、実際詳しい試合結果などはほとんど分かっておりません。本当にテキスト速報と、まあ、ところどころで聞いたラジオですね、のみでございますので、非常に簡単な紹介にはなりますけども、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは第一試合ですが、こちらはですね、近畿の奈良智弁学園と、広島新庄中国地区ですけれども、5対2で智弁学園が勝利いたしました。いやー、やはりですね、この優勝候補のですね、智弁学園が、ですね、やっぱりこう落ち着いた試合運びという感じなんでしょうかね。広島新庄はですね、ピッチャー2枚看板で、昨日も2人投げられたようですが、やっぱり一つ注目なのがですね、バッターですね、3番でしたかね、智弁学園の前川選手、初戦ではなかなかこう調子が良くなかったものの、この2回戦では2安打を放ってですね、復調してきたというところでですね、投打にバランスがあってですね、こう、どちらかといえば打ってくるような、イメージですけれども、智弁学園がベスト8に進出、次の対戦相手が、九州大分明豊です。私の地元で、智弁学園か。これまた手強いなと。明豊にとっては、近畿勢3連戦でございますけれども、レベルの高い近畿地区ですので、さあ、結構厳しい戦いには予想してます。この前川選手のバッティング、ちょっと調子が戻ってきたということで、要注意なのは間違いないでしょう。第2試合、東京の東海大菅生と、近畿京都国際は5対4。ちょっとごめんなさい、罰書き忘れてましたけども、さよならでですね、9回になんと劇的な、大逆転さよならゲームとなりました。これがね、本当に甲子園と言いますか、甲子園には魔物がいる、勝利の女神を呼び寄せたんですよ、素顔が。東海大素顔、最初先制をは東海大素顔、私もその時点で見てまして、やっぱりこう菅生優勝候補で強いなと思ってて、その後はちょっともう佐伯市というところに行ってですね、プロ野球をずっと見てたんですけれども、こう友達が相当驚いてて、何があったんやと。その後ですね、こう実は中盤にですね、京都国際がですね、集中打で、4点ですね、確か取ったんですかね、で逆転をしました。で、これでね、勝負ありから4対1か2ぐらいですかね、終わると思いきや、なんと9回の裏、東海大菅生が3点取って、一気に5対4。しかも9回の、ヒットが出て、その後こう、ボンダが続いた後に、さらにヒットで、なんと、そのフォアボールも2球確かあったんですかね。なって結局ですね、3点、起死回生の本当1点というところで、この最後の最後まで甲子園、どの世界もそうですね、高校野球に限らず、勝負の世界、相撲だってそうですけれども、最後の最後でうっちゃりとかもあるわけですし、何が分かるか分からない甲子園ですね。今大会、結構実力も白昼はしておりますし、そしてこの、延長戦であるとか、さよなら、9回で勝負がガラッと変わる場面が出てきましたので、
まあ、これはね、面白いところでもあり、怖いところでもあるというのを改めて感じました。で、第3試合ですね。こちら、関東、茨城の常総学院と、東海地区愛知の中京大中京の試合は15-5、中京大中京が勝利いたしました。このまあ優勝候補とね、名高い、中京大中京、やっぱり強いですね。基本的にプロ注目の黒柳投手という、まあ、投手力もかなりいいんですけれども、黒柳投手は今回、7回まで投げまして、1失点7奪三振と非常に、まあ、好投ですね。まあ、その後ちょっと続くピッチャーがこう、打たれてしまったんですけれども、最終的には10点差の、まあ、ちょっと大差の試合になりました。春の選抜で差がつくっていうのはなかなか、難しいですし、今大会は特にその傾向は強いですけれども、結構な差が、ね、開きました。まあ、常総学院もですね、なかなか監督さんが、こうやっぱりバッティングができないとなというところでおっしゃってましたけども、まあ、実際試合自体は常総学院も11安打放っていたんですけれども、こうやっぱりこうチャンスをものにできるかで、こうやっぱ得点に大きな差がついたなというイメージですね。まあ、個人的には常総学院で結構、まあ、大分昔木月高校っていう2012年夏に出たことはありますけど、その時逆に14対0か1かなんかで負けてて、まあ、常総学院って逆にこう強打でどんどん点を取るイメージですけども、まあ、今回は、中京大中京がですね10点差をつけたということで、まあ、強さも出てますね。ということでベスト8が揃いまして、奈良智弁学園、東京東海大菅生、そして中京大中京が、ベスト8に進みました。さあ、いよいよ大会も9日目、いよいよベスト8準々決勝の戦いとなります。9日目はずっと4試合ですね。ベスト8全部も試合を一気に1日で進みます。第1試合が東北宮城仙台育英と奈良の天理ですね。あれはもう優勝候補同士の名門校対決ですね。強打の仙台育英、まあ、継投もされますけれども、そこにこう、立つ投手、ね、プロ注目の長身のピッチャー、率いる天理のですね、投手力と守備力。ね、こちらの戦いが、まあ、見物であります。第2試合、関東、神奈川の東海大相模と、九州の福岡大大濠の試合です。こちら、甲子園ではですね、どちらもこう、まあ、引き締まった試合で、こう接戦をものにしてきた両チームです。今回もですね、まあどうなるかちょっとわからないですけれども、まあ接戦なのか、ただ福岡大大濠のですねピッチャー、がですねちょっと今怪我しているということ情報もございますので、ね、ちょっとそこは心配ですけれども、まあ個人的にはあの九州人ですので、まあ大堀も応援してますしね、相模もやっぱり強いですから、あの上位に来るとどんどん上に進んでいきますからね、あの注目の一戦でございます。そして第3試合、九州大分明豊と、奈良の智弁学園です。いやー、このね2チーム、まあ、私の、まあ、地元でもございますし、智弁学園も優勝候補です。どちらも左右の2枚看板ですねがおりまして、この投手力で差がつくのかなというふうには思ってますけれどもね、まあ、ね、近畿で3連戦の明豊がね、勝ってほしいなという思いもありますし、まあ、ただ智弁学園も優勝候補ですし、かなり手強いというふうには覚悟はしております。そして第4試合、失礼いたしました。東京の東海大菅生と、こちら東海、愛知の中京大中京の試合ですね。これもまたね、あの劇的な試合と圧倒的な力と、ね、これもかなり面白いというか、結構高校野球ファンならこれ結構いい勝負になるんじゃないかなというふうに思っておりますね。菅生も粘りで勝って失礼いたしました。そしてもう中京大中京は、まあ、黒柳投手も出来も良いですし、まあ、あと連戦というところもあるんですけれども、最後ね、このベスト4という壁をですね、超えられるチーム、まあ、どうなるのかというところで、まあ、全体的に楽しみでございます。で、本来であればですね、この準々決勝、
3月28日の日曜日、今私が収録している時間帯ですけれども、で、私も、お、休みだ。で、ゆっくり久々に高校野球、特に地元の明豊までるから、ゆっくり見よう。と思いきや、雨天中止。本当私は雨男です。まあ、別に私の問題ではないんですけれども、一日雨で空きましたので、まあ、収録している明日、3月29日に、一応予定はなっております。まあ、天気次第ですけれども、まあ、この一日ですね、空き田が空くということで、まあ、いろんなね、チームによっては、温存もできるのか、逆にちょっとリズムを合わせるのが難しいのか、というのはありますけれども、まあ、これがね、いい方向に各チーム、動いてですね、この、まあ、開催できれば明日、また各チーム元気いっぱい出してですね、熱戦に期待をいたします。ということで、大会ももう終盤に、差し掛かっておりますが、本当に高校野球、2年ぶりの九州府、面白いですね。結構熱戦も多くて、もう最後まで本当、展開が読めない、諦めないというところが大事だなということを、まあ、改めて感じている次第です。ということで、ですね、以上、今回は8日目2回戦です、最後の3試合をご紹介いたしました。いつも通り最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。また、引き続きですね、高校球児に応援を送りながらも、私、親方にも、声援よろしくお願いいたします。照ノ富士もね、優勝いたしました。よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。登録者数100、1000名に向けて、連日、登録者数が増えているのは、本当にありがたいことでございます。ありがとうございます。引き続き頑張ります。よろしくお願いいたします。それでは、また、ゲームセット。